この試合のレフリーはアブドルラハマン・アル・ザイードさん、そしてアシスタントレフリーはユシフ・アル・ガッタンさんとアル・ムサビ・モハマドさんです。最近の中国との日本の成績は、日本にとって白星が3試合続いています。このところ中国に対する恐怖感は一時に比べますと随分と薄れました。しかしこの来年のワールドカップ予選を睨む中国の高さとスピード、この高さとスピードに対しては鴨監督も非常に高い警戒心を抱いています。日本が勝って右のエンドを取りました。その日本のスターティングイレブンです。柳本、相馬、井原、小村、山口、本田、前園、七海、三浦知良、岡野、下川。今日は高木の体調がまだ万全でないということも一つありましょうし、また鴨監督の胸の内にはまた別の思いもあろうと思いますが、和と岡野の2トップ、そして中盤の上がり目には前園と七海を入れてきます。本田を今日はスターティングイレブンで山口と中盤の底に並べました。これが日本のメンバーです。この日本のメンバーに対する中国です。中国は3番の義軍、右のウィングバックです。4番の張恩華がストッパー、5番の徐光がスイーパーです。6番韓式もストッパー、7番角海東はフォワード、8番馬明宇、ミドルシュートの強烈な中盤の選手、左サイド。10番が霊平、フォワードです。11番方異国、いいパスを出してきます。そして21番がゴールキーパー、21番が左のウィングバックの劉越、ゴールキーパーが王祖良というメンバーです。この試合の解説は木村和志さんです。木村さん、とりあえず日本は決勝トーナメント進出が決まっている、はい、この第3戦の戦い方、どういうふうに考えたらいいんでしょう。そうですね、日本は、まあ、普通に戦ってくるっていいんですかね、そういった戦術で、まあ、あまり戦術は変わってないですからね、はい、で中国の方は最低でも引き分けないといけないということで、私が期待したいのは先に日本が点を取って中国が攻めてきてくれないかなというね、あの期待でいっぱいですけどね。日本はこれまでの2戦いずれも相手がそれほど強烈に攻めてこなかった、その意味ではあの激しい戦いというのはまだ経験してないと思うんですが。そうですね、その上で鴨監督が目指すサッカー、高い位置でのプレスからの速攻っていう場面を見たいですね。このアラブ首長国連邦 UAE はちょうど夕方の4時43分を回ろうというところです。日本が勝って右のエンド、ちょうどこの今グリーンのジャージをつけた下川が戻ってきますが、このエンドを勝って取った、日を背中にして相手の方がボールを受けるときに日差しの関係で不利になりますが、まあ、日本はこのコイントスに勝った段階でも有利な条件で試合を始めます。その日本の2トップ岡野とカズ、そして2列目の右に展開する可能性のあります前園、左の七海という、まあ、この4人の前の選手の働きにも一つ注目かと思いますが、前園が右に来る、これはどんな効果期待できますか。それも、まあ、監督は試してみたい一つの戦術かもしれないですね。そして、まあ、右サイドをやってた森島が少し疲れがあるので、まあ、いいチャンスだということでしょうね。さあ一方の中国の要注意メンバーといいますと、やはりあの2トップですね。特に10番の霊平のこの頭、そして角海東も足技は素晴らしいものを持ってますからね、この辺は気をつけたいですね。日本は引き分けるか勝てばこのグループで1位が確定します。中国にとってはまだトーナメント進出を決めるための大事な戦いです。本田がつきます。日本得意のプレス、木村さん、いきなり中央前に合わせてきましたね。いきなり積極的に前に出てきてますね。中国は徐光からのボールです。11番方異国、この選手のパスワークには要注意。8番の馬明宇、左のウィングバックの劉越、スタミナのある選手です。カバーに入った柳本、日本ボールです。第2戦のウズベキスタン戦の場合にも日本はあまり激しくは攻められないで非常にスローペースのサッカーをされました。この辺の速いサッカー、スピードのあるサッカーというのに日本
どう対応できるかが、まあ、ポイントになるでしょうが、石無生監督は中国でもうすでにこの監督のポジションに座ってかなり時間が経ちます。3番の義文です。カズ、ナナミ、日本ボールです。7番が角海東。広島アジア大会の時には国内でのイギリス人選手との乱闘事件で出場停止処分、そのために代表に入ることができませんでした角海東。序盤こそ中国の高さに対して合わせてくるボール、日本の中攻め込まれましたが、その後日本も普通の状態に戻っています。小村、木村さんも鴨監督と何度か話すチャンスがありましたが、鴨監督の雰囲気からチームの雰囲気が伺えると思うんですが、どんな風に受け取られました？予選突破っていうことでね、かなり落ち着いて、まあ、普段無口な人ですけど、かなり喋ってましたから機嫌がいいんでしょうね。このサイドは画面の左に岡野がちょっと映っています。小村、中盤でプレスをかけて七海です。七海に対するファウル、日本ボールのフリーキックです。相馬のこのクロスボールが木村さんも相当心配してらしたんですがまあ今の場合ね、今日は特に高木がいないですからね、あそこで放り込んでもちょっと可能性は薄いかなって思いますけどね。カズ、相馬に来る。カズと相馬です。日本ボール入れるのは七海。カズ、七海、井原です。山口、相馬が上がっていましたから 柳本は少し控えめの位置にポジションを取ります。中国は角海東に合わせる。左から展開します。角海東が中央上がっていく。ついているのは柳本です。7番本田のカバー、山口、前園です。岡野、中国の場合はプロのリーグが日本より1年遅れまして4年目を終えたところ、今シーズンは大連がこの中国の12チームのプロチームの中で優勝を果たしました。その大連から入っているのがディフェンスラインで4番の張恩華、そして13番の孫慶海、さらに5番の徐行、いずれもディフェンスの選手に挙げられています。本田、山口、この13番の孫慶海が中盤の底で非常に重要な役をする選手です。何か前を見ないで蹴ったのか、ベンチから一声かかって4番の張恩華、中国の自分のベンチを見て一つ動きをしました。4番の張恩華がカズについて、6番の韓式が岡野についています。その張恩華のファウルです。カズが映っていますが、木村さん、カズのですね、一時のあの粘りのあるポストプレーというんでしょうか、そういうものがちょっと影を潜めているように見えるんですかね。そうですね、かなりマークされていることは確かなんですけどね、はい、さあ前園、
風取らない、体の使い方がちょっとね、あの体のキレがないっていうか、まあ、疲れは多少あるんでしょうね。そしてあのこのピッチ状態もかなり影響してると思いますね。昨日話してみると、まあ、やっと慣れてきたかなっていうことを言ってましたからね。このピッチの状態見た目にはそのまあ刈り込んだ芝の状態の不均一なところは分かるんですが、実際に踏んでみると木村さん、どんなことはどうなんですか。勝手に見えるようなところにはあのボールはよく動くんですけどね、はい、その後のあの芝が深いようなところは、本当にボールがキュッと止まるようなね、だからよくボールドリブルで行くときに置き忘れることがあるんですよね。3番ギグン、日本ボールです。プレッシャーがかかってギグンのミスを誘いました。その意味で言うとゴルフで言うとフェアウェイとラフが交互にあるっていう感じですか。そうでしょうね、ですから芝の刈られているところではボールが動くのに対して残っているところはボールが止まる、その芝の刈られてないところはあの炊事で使う金属たわしっていうか、ね、ちょっとそんな感じでもありますけどね。かなりやはりやりづらいでしょうね。ナナミ、第2戦ではナナミのミドルシュートが強烈で、ナナミ自身が何年かに一度のシュートと自分で自分を評価するようなシュートでした。まあ、今 の, あのボールコントロールっていうんですかね、急にあの深い芝のところでボールが止まりましたからね、ああいうミスが起きますね。相馬、三原です。七海うまく体を入れました。七海がうまく体を入れて、これが相手にイエローカード、中国これが初めてのイエローカードです。義軍にイエローカードが出ました。今のはしかし七海がうまく体を入れましたね。まあでも後ろからのファウルですからね、はい。まあこれ、まあ、今回ねアジアカップいろんなあの審判の変が出てますけどね、今のはすぐ取っていいんじゃないでしょうかね。シュートきます。カズのシュート、これが日本の初めてのシュートになりました。ちなみにイエローカードは大会期間中2枚通算で次の試合には1試合出場する権利を失います。試合が始まって8分、中国が攻める気持ちはありますが、日本の堅いディフェンスになかなか3本パスを効果的につなげることができません。米兵、七海、孫慶海からのボール、3番のギグン、そしてバメウ、上がっています。21番リュウエツ、この選手は怖い選手。つないできた角回答へ、柳本、コーナーキックですか、いやスローインです。コーナーキックです。コーナーキック、日差しがありますがディフェンスする日本はその日差しを背中に受けます。さあ高い選手の多い中国、10番の霊兵、4番の張恩佳も上がってきた。この辺は高いですね。4番の張恩佳、頭一つ完全に抜けています。これ少しあの井原のマークはずれましたね、ちょっと遅れて入ってきましたからね、この辺はやはり高さがあっても体をつけさえすればね、あの自由にヘディングできないですからね。相手のバランスを崩すことがセットプレーの際のディフェンスの一つのポイントになります。またバメウです。この選手にもミドルシュートがあって怖い選手。本田と高異国、日本ボールのフリーキックです。前園から相馬、カズ、サイド上がってきました。初めて上がってきた柳本、クロスボールです。コーナーキック日本ボール。
ここまでの両サイド相馬も柳本も割にセンタリングというよりもクロスボール、そんな感じでボールを放り込んできています。まああんまりセンタリングの精度が悪いんでこういったことも一つそうですよね、まあ、今日高木がいない分ね、ちょっとそれが、まあ、いいかどうかは分かんないですけどね。さあ曲がってきます、岡野だ。中国の高さがある。日本ボールのスローインになりそうです。中国の選手高さはありますが足元はどんな風に評価されますか？いやかなり、それぞれ能力は高いと思いますね。で全員がやはりスピードを持ってますからね。柳本、前園、さあ前園粘る、抜けてきた。山口が前のスペースを欲しがりましたが、日本はディフェンスには3人残っています。井原が来ます、囲みます。ここは日本のゾーンプレスのかかりやすいエリアです。まあ、日本のゾーンプレスといいますと木村さん、今のようにハーフウェイラインとタッチラインが交差するあたり、はい、この辺でボールを取ってまたすぐに速い攻めにつなげる、その意識はかなり高いですよね。でもっともっと鎌田監督が考えているのはもうゾーンを広げていくということも考えてますね。今 の真ん中のゾーンももう一つあるということになりますよね。7番本田です。まあ、本田は途中から出場しても非常にその能力をフルに発揮してくれるということで鴨監督の高い信頼を得ています。これはホイッスルありません。山口が戻ってくる、体を預ける、山口のファウル、相手の流れを一旦断つ意味でのファウル、ファウルではありましたが相手のプレーを止めました。まあ、この辺の尊敬会の、ね、スピードありますね。この選手はまあ若いんですけどよく周りを見てね、よくサッカーしてるなっていう感じがしますね。手元の数字では19歳、中国電子大の話では21歳、まあ、いずれにしても若い選手です。尊敬か。ホイッスルありました。前の10番の黎平のファウルです。ポジションを取るために押したという判定です。始まって13分、中国は何としてもこの試合を取って決勝トーナメント進出を明確にしておきたいところです。日本はしかし木村さん、この試合に勝つとそうでないとではその組み合わせの日付が違ってきますよね。そうですね、試合をする、まあ、1位になりますと中2日中2日で試合ができるようになるんですが、勝つ。ホイッスルありました。日本ボールのフリーキック、初めてカズが右のエンドに、エンドの右サイドに回り込んで、まだ岡野は岡野らしい仕事はありません。ペナルティーエリアの中、日本10番七海、そして14番岡野、8番前園、これ山口空いてますね。ああ後ろから山口のミドルシュート、山口は昨日ミドルシュートの練習をだいぶしてましたが、練習見ててもあんまり枠に飛んでませんでした。まあ、練習終わって言ったんですけどね、もっと打てよって、まあ、今日初めて、まあ、シュート打ったんですけどね、もう少し最初にもう自分から欲しいっていうね、表情って言うんですか、そういう、もう体もジェスチャーで見せて欲しかったですけどね。オフサイドを取りに行きましたが、これはボールが渡りませんでした。オフサイドのフラッグは上がりませんでした。まあ、山口の場合はそういえばこの大会でミドルシュートそのものが非常に少ないですね。そうですね、山口よりも過去の2戦は七海がディフェンシブハーフ、山口の反対が左のディフェンシブハーフに入っていて、七海が攻撃に関わる頻度が高いために、まあ、山口は残っているケースが多くなっています。その山口、柳本、前園、戻して本田、相馬も上がってきます。この段階柳本が下がってきます。遠い国、日本ボールです。小村、
山口、一番前にカズがいます。岡野、さあ岡野にスペース、おっとこれは岡野のファウル。今日は序盤日本は左からの展開が多かった、まあ、こういう展開が続けば岡野にスペースができて面白いかなと木村さん思ってたんですが、そうですね、なかなかあの前に向かしてくれないですよね。岡野とカズニはかなりストッパーの2人、4番の超音波がカズニ、6番の半式が岡野についていますが、この2人があまり好きにはさせてくれません。日本ボールです。もうすでに15分回りました。日本チーム非常に落ち着いて見えますが、うん、そうですね、普段通りのサッカーしていると思いますね。両チームともに得点はありません。中国はセットプレー以外ではシュートらしいシュートはありません。相馬、柳本へ放り込んできます。カズ、ホイスラありました。今度はカズのファウル。3番のギグン、サイドを使ってもう一度ギグンです。中国ボールです。高木カズに比べて岡野カズの前のバランスってのはどんな風に見えます？うん、相馬と柳本はハウライン越すと逆サイドに振るようなね意識高いと思うんですけどね、その辺のボールのもらい方っていうのがちょっと出してと受けてとタイミングは合ってないような気がしますね。ははまあ、もう少し岡野なんかは外に流れるような、ね、動きがあればうまくスペースができてそこに前園のあたりが、ね、はい、入ってこれるんですけどね。まだその意味では前園と岡野の間の呼吸ももう一つでしょうか。うん、この辺なんか指示があると思うんですけどペナルティの延長したラインの中でカズと岡野がプレーしているような感じがありますね。ペナルティエリアの両サイドのライン、タッチラインと平行なラインをずっと引いてきまして、その中でカズと岡野がプレーしている。そこから外に出ていきますと真ん中にスペースができて七海、前園、あるいはミドルシュートでは山口というところにチャンスが広がってくるはずですが、七海この辺りの足の裏の使い方、今日のディフェンシブハーフは本田と山口ですから当然山口の方にはいつもの試合に比べて前の方での仕事が増えてくるはずです。そういう意識も当人も持っていると思いますが、岡野へ前園が行きます。そして柳本、日本ボールのコーナーキック。コーナーの時には1回目のコーナーでも木村さんから指摘がありましたが、高木がいないことの日本のハンディというのはそれなりにあると思いますが、うん、まあ、いろんな変化も出せますしね、こういったショートコーナーも、ね、対応してもいいんじゃないかなと思いますね。1回目は山口のミドルシュートでした。今度はショートコーナーです。この辺でもそうですね、小村、岡野です。こういうところも中国が、まあ、自分のチームの選手の布陣の問題もありますが、すぐにボールを攻撃に結びつけてこない分日本も戻る時間があって助かります。まだ共に得点はありません。七海、岡野がスペースへ走りますが後ろから押した、日本ボールのフリーキックです。七海に対しては相当研究が行き届いているみたいですね。そうでしょうね、かなり厳しいですね。13番の孫警戒がそれこそ警戒しています。岡野、
柳本、前園、柳本、もう一度柳本、前園掴む、ちょっと最初のタッチが大きかった。前でチャチャを入れます本田。中国のフリーキックです。何か雰囲気はありましたけどね、シュートにつながりそうな。そうですね、やはりボールコントロール、まあ、ピッチの状態にもよるんでしょうけどね。今日は実は木村和志さんが日本代表の試合を解説されるのは初めてですそうで、どうですか、20分経ちました、なんとなく肩の力抜けましたか。はい、かなり緊張しました、申し訳ございません。まあ初めての代表のフル代表の試合の解説をしていただいてますが、本田、ちょっとボールの扱いに一つ余分なプレーが入りました。その分で寄せられましたが、結果的にはゴールキックです。日本の攻撃パターンとしますと、今日はその前園を右に使ったことが鴨監督の中で何らかの狙いがあると思うんですが、まあ、右サイドでどれだけのことができるかっていうのも一つ見たいんでしょうね。その前園もしかし先ほど雰囲気のあるプレーはありましたが、結果的にはシュートなどでつながりませんでした。山口、本田、七海、相馬があります。タックル入って日本ボールのスローインです。前園が少し外に出るようになっています。前園にも選手がついてくる。インターセプト、本田です。相馬、和也、三原、この辺の岡野とのタイミングですね。ポストプレーっていうのは、まだまだ岡野は苦手っていうんですかね、はい、できてないですからね。今の場合は岡野が体を相手に逆に使われて前に出られてしまいました。まあ、岡野自身の中にも裏を取りたいという気持ちも多少あるんじゃないですか。その辺の、考えていることとね、ちょっと周りと違ってますね。七海、この辺がうまい七海です。岡野が斜めに走る。中国もディフェンスに忙しくなってきました。日本ボールです。入れるのは相馬、七海、相馬、本田、前園も頑張っています。寄ってくる前園、セルノは井原、相馬、コウ・イコク、日本のディフェンスは3人です。さあ背の高さがある。よく体を張ってブロックしました。小村、日本のパスワークの関係で木村さん、中国も今みたいにカウンター気味の攻めになるんでしょうかね。まあ、今のところそうなってますね。ただ日本もボールを試合しながら前の方に行ってますからね。そこで、まあ、カットした時に、まあ、早い攻めっていうのを狙ってるみたいですけどね。柳本、カズ、前園と、スルーパスを出した。さあいい形になる。柳本がちょっとタイミングがもう一つでしたが、しかしコーナーを取りました。少し迷いがあったんでしょうかね。
蹴るのは七海です。今のシーン、まあ、ここに至る前ね、気持ちが合っていればそれこそセンタリングまで行ったボールでしたが、ゴールエリアの前、小村、井原、岡野に来ます。相馬がディフェンスに入ります。本田も来ます。本田のファウル、まあ、でもこの辺はいいんじゃないでしょうかね。かなりディフェンス早かったですね。中国のフォワードは中央に角海東1人、米兵が上がってきた。中国2人高いフォワードが揃いました。そして方位国も待っている。七海がプレッシャーをかけていきます。孫慶海、日本ライン上げます。日本ボール。中国もなかなか攻めに行きそうですね。そうですね、かなり日本のディフェンスの意識っていうのは高いですからね。まあ、でも今柳本が競って勝ったんですけどね、はい、その後の後ろのスペースがかなり空いてたんですよね。本田、山口、まあ、その辺は前園あたりが協力してあげないといけないでしょうね。前園が中に来る。前園ももう一つ、今のシーンはボールが来る可能性をあまり信じていなかったような雰囲気でしたが、相馬一人空いている。カズのチャンス、オフサイドありませんでしたが、カズの惜しいチャンスでした。本田とセル、大井国、本田が非常にしつこいディフェンスをしています。粘り強いですね。多くの J リーグのスター選手を嫌がらせてきた本田のディフェンス、特にこの本田の重心の低いディフェンスは本当に嫌がる、まあ、ビスマルクなんか毛嫌いしてましたからね。木村さんも J リーガーの頃はこの本田と当たったんじゃないですか。何回か当たりましたね。ありますよね、はい、非常に忠実なディフェンスイブハーフの選手です。義軍のロングスロー、下川、下川はジェフでは非常に広い守備ゾーンを誇っていますが、この代表との声のかかり具合はどうでしょうか。まあ、今のボール取りに行くタイミングとかはいいと思いますけどね。岡野、中国ボールです。29分回りました。木村さん、なんとなく前半はこのままいきそうな雰囲気も感じるんですが。うん、そうでしょうね。かなり両チームともディフェンスの意識っていうのは高いですね。流れてバメウ、龍越、小村が見ました。日本ボールのゴールキックです。この辺りの落ち着き、まあ、方位国が映っていますが、まあ、同じチームでやっている井原、小村、この2人が真ん中にこの怪我なく座っていると、日本のディフェンスのラインというのは相当に落ち着きという意味ではしっかりしたものができるでしょう。そうですね、かなり安定してますよね。まあ、今日でも2トップに対して、まあ、ゾーンに入ってきた方を見るっていうんですかね、はい、うまくマンマークでやってますね。この辺はそれぞれがお互いに自分の体の一部のような感じがあるでしょう。まあ、この大会で鴨監督はディフェンスの選手は怪我をすることも、イエローカードを受けて出場停止の処分になることも多いためにということで、オフサイドです。
ディフェンスラインの選手をかなり多めに意識して用意しています。まあ、しかしここまで日本はイエローカードなし。というのもこのアジアの今回のレフェリングがある意味でボディーコンタクトに非常に寛容、まあ、寛容すぎるようなところもありますが、寛容なせいもあります。それから日本が非常に精神的に高い気持ちでプレーをしていることもあります。柳本、風が少し出ています。風は左から右に向かって、中国エンドから日本エンドに向かって吹いているようです。ピッチ上ではそれほど大きな影響はなさそうですよ。義軍、本田、山口、高い位置にしている山口で引っ張りました。日本ボールのフリーキック、本田のファウル。ちょっと本田が迷った感じがありました。本田も繰り返しのファウルになりますとイエローカードという可能性があります。要注意です。来ました、こういこ、中国選手もどうですか、芝とそれから日本のプレスとに両方に悩んでるんじゃないですか。まあ多少ありますね。まあ、でもかなりスピードありますよね。一旦スピードに乗るとこの11番のホウ・イコクも運動量はありますし、パスの能力は高いし怖い選手です。両チームまだ得点はありません。33分回りました。昨日の日本の練習はボールを取ってから前に運ぶというような練習で、木村さん、カモさんが一貫して練習していることの一つだと思いましたが。そうですね、これがこのチームの、まあ、ベースになってますからね。やはり高い位置でのプレスから、そして素早い攻めっていうんですかね、向こうのディフェンスが揃ってないところに早くボールに向かって攻めていくっていうことが基本になってますからね。それをかなりやってましたね。中国はジョコウが出てきます。ディフェンスの底のジョコウが出てきましたが、日本ボール、本田、相馬、中央にいるのが岡野、右サイドが数です。七海、相馬、いいボールが出た。タックルきます。義軍のタックル、まあ、あの辺でもう少しね、今岡野が左サイドに流れてましたからね、はい、もう少しうまく顔出しをしてほしいなって思いますね。顔出しね、カズ、中へ、山口の体を浴びせる好ディフェンスです。相馬、かなり前に来ると体を預けてきます。中国の選手のディフェンスです。七海、気持ちが逆でした。まだしかし前の方ではいいコンビネーションというのは本当に日本もそんなに多くありませんよね。そうですね、今目立っているのは相馬、柳本の両サイドですね、はい、そこからはまだいいボールは入ってないんですけど、それから中央突破という意味でもまだいい形はできておりません。まあ、岡野がこういう状況ですと、それこそアップを始めたジョーも後半から使われてくる可能性がありますが、今日は試合前にカモさんに、カモさん後半からジョーですかという話でプレッシャーをかけておいたんですけど、カモさんはどうしてそんなに見たいんだというようなことを言ってましたが、13番の孫敬海、さあ中に来た、日本要注意。孫敬海振られた、下川、ちょっと危なかった。最後よく手出しましたね。かなり今振られてましたね。ここですね、体流れていってんですけどね、よく出しましたね。ちょっと小村とぶつかりそうになりましたが、
今日の試合で最も危ないシーンでした。日本日本の場合にもすんなり勝ってグループ1位でそのままいいゾーンで試合を進めたいところでしょうか、まあ、それともう一つ鴨監督の中にはこのアジアの中で試すこともしてみたいという思いがあると思います、うん、まあ、そういった意味ではね、ええ、もっともっとあの中国の力を出させないといけないですね。そのためには和志さん指摘の日本が先取点を取ることです。そうですね。そしてあの和江ベースである高市からのプレスをね、もっともっと見たいですね。七海前園は右の方にいます。岡野のファウル、岡野が再三ファウルを取られますから、岡野自身が今日のこのプレーはファウルを取られるんだってことを覚えておかないといけませんね。まあこういったあのポストプレーはやはり苦手でしょうね。やはりあのスペース特にあの裏のねスペースを狙って走っていくっていうね、はい、プレーがあの得意ですからね。逆に言うと中国がそこをうまく潰しています。半式6番の半式が岡野のマークに当たっている。共に得点はありません。日本もまだ完全に崩しきったようなシーンはありません。山口、ギグン出てきます。相馬のディフェンスでした。さあ中国が選手をたくさん集めてきました。日本エンド、山口入ります。ここでね早い攻め欲しいですね。もっともっと岡野が前に来ます。うん、スペースへは山口、前園です。前園かな、ちょっと岡野と前園が重なるような感じになりました。ちょっと周りとフィットしないですね。前園、これもちょっと合いません。日本ボールのフリーキックです。体を差し込んだところへ後ろから押された形になりました。山口、足首は大丈夫のようです。さあこのフリーキック木村さん、はい、まあ、風が左足で構えてますから、まあ、直接狙うこともありますね。で流して七海っていうことも考えられますね。それから8番前園はポイントからちょっと離れます。前園とそして和とちょっと下がった七海と、こちら手前にも山口がいますからね。6番の山口もいます。流して七海だ、こぼれ球に岡野、さあ今のフリーキックですが、考え方としては数から前園、前園が止めて七海でした。そうですね、まあ、あのボールをずらして、まあ、壁を避けようというプレーでしたけどね、結果的にはゴールには行きませんでしたが、まあ、第2戦で前園のフリーキックによる得点もありました。日本40分を回っています。さあ木村さん、この前半の日本のちょっと不満に思うところからまず聞いていきましょうか。うん、やはりあの攻めに関してですけどね、もう少しあの岡野で数がうまくボールに絡んで、それにあの前園、七海がねもっともっと前向いてねできるようなプレーが見たいですけどね。これはミスキックになった。タッチラインに追います。7番角海斗、そして大井国、
包囲国に3人がかり、日本ボールを取った。相馬、タッチラインに岡野が走る。初めて岡野の俊足を見せるところ、前でプレッシャーをかけます。七海、相馬、カズ、前園へ、角海東、包囲国、左を使って龍越、ここに龍越が入ってきました。馬名雨から龍越です。もう一度馬名雨、包囲国、前園、いや岡野です。中国ボールです。残りあと3分を切っています。前半両チーム得点ありません。21番龍越、ここはよく声が届いておりました。井原、まあ、この辺はね、今日日本のフォーバックは落ち着いてますよね、ディフェンスに関してね。七海、前園、カズ、柳本上がりました。山口、カズ、これはホイッスル、日本ボールフリーキック。先ほどと同じようなところで前半の終了間際のフリーキック、日本ボール。今度は速いフリーキックでした。柳本、本田からのボール、相馬、外を使うか、七海、日本ボールのコーナーキックに変わります。今みたいに相馬が中へ来て七海が外からセンタリングというケースも、木村さん、なかなか面白いですね。面白いですね。まあ、でももう少し中の選手、動きをつけてスペースを作ってあげてほしかったですけどね。ただ立ってるだけですよね、中で。前園、この辺りが高木がいないことによる何かこういつもと違った形になっているでしょうか。オフサイドです。さあ、日本は残り時間きっちりディフェンスをしていかないといけません。プレッシャーをかける岡野、日本もそれこそこの左サイドからも再三やりますが、中国も左サイドは非常に強く警戒している。むしろ右サイドの方がまだそうでしょうね。龍越の後ろのスペースかなり空いていますから、そこをうまくね、岡野あたりが使えばいいんでしょうけどね。そこで岡野が引っ張っていって中に空いたスペースを前園が使うという形でしょうが、なかなかそういうふうに今日は動きません。日本、山口、ちょっとピンチになります。レイヘイが待っている。いやー、いいディフェンスですね。ロスタイムに入りました。本田のディフェンスを木村さんが褒めそやしましたが、しかし今日目立っているのが本田と呼んではいけませんね。そうですね。ここで笛が鳴って両チーム無得点のまま前半を終えました。45分間を戦って両チーム得点なし、シュートの数も日本の方もそれこそわずかに3本、一方の中国もセットプレーを入れて2本、1つ37分にレイヘイのヘディングの高さのあるプレーがありました。中国はメンバーが変わっておりません。木村さん、はい、ジョーが入りました。ジョーに対する期待、初めての試合ということになりますが。
そうですね、まあ、オリンピック代表でもそれなりの活躍はしましたけどね、この代表でどれだけ自分の仕事ができるかっていうのも見てみたいですね。日本エンドが変わって今度は左から右に日本が攻めていきます。ジョーの背番号は18番です。中国の6番は范式、6番の范式が前半岡野についていました。この范式がジョーについてくることが考えられます。日本ボールです。さあ日本のコーナーキック、後半開始いきなり日本のチャンス、ペナルティーエリアに3人入っている、うん、後ろから井原が行きます。ボールはまだ出ていません。日本ボールのスローインです。サポートに入った本田、残っている柳本、前に山口が行きます。両チーム得点のないまま迎えた後半の45分です。本田、七海がタッチライン沿い、相馬、柳本へ行きます。前園、ジョーが覗きに来ました。ジョーのファウルです。倒れたのは半式、まあ、でもこういうあの中国のディフェンスラインですけど、超音波です。どうぞ。縦に入ってくるボールはかなり厳しくマークに行ってますよね。ベンチに対して何か声をかけたんでしょうか。今日のレフェリーはアブドルラハマン・アルザイードさん、サウジアラビアです。中国ボールのフリーキック、リベロのジョコー5番です。そして13番孫恵海、この選手も中盤の底ですが非常に広い動きを誇っています。ジョコー、もう一度助攻から半式に前に送って角回答、大井国が前に出ています。旗が上がりました。オフサイド、いやファウルを取りましたね。ファウルを取りましたね。中国の選手はゴールキーパーが20番の王祖良、ディフェンスラインが5番のジョコー、6番ハンシキ、4番の超音波、中盤の底が13番の孫恵海です。右が3番のギグン、左が21番の劉越がウィングバックです。中盤上がり目11番のホウ・イコクが右、左が8番のパメール、トップ7番の角海東と長身10番の霊平です。日本は下川、井原、小村、両サイドバックが相馬と柳本、中盤の底本田と山口、そして中盤の上がり目七海と前園、トップは後半からジョー、そしてカズです。中国にしてみますとこの試合引き分けでも決勝トーナメント進出に。裏に出しました。旗上がっています。オフサイド、角海東が少し前に出ていました。この7番です。広東のチームでプレーする角海東、まあ、若い選手たちの多くがかつてブラジルでトレーニングを積んできましたが、中国もこれから先どんどん強くなっていく可能性が非常に高い国です。前園、
足をかけました。孫慶海のファウル、日本ボールのフリーキックです。まあ、ここで今のであのジョーがうまくねポストプレー入って前向けてあの前園がね行けたんですけどね、こういった展開が出てくるとゴールのチャンスがもっともっと広がるでしょうね。相変わらず相馬のセンタリングはちょっと精度を欠いている。木村さんが相馬に指導しようかどうしようか迷ってましたが何をどうするとヒントになりそうですか。かなりセンタリングに対して、ねサイドキックで上げるようなプレーが多いんですよね相馬の場合ね、そこを、インステップで蹴るようなイメージでいけばもっともっと正確に強いボールも蹴れると思うんですけどね。足の内側を使わないで足の甲の方を使いなさいと。そうですね。本田七海サイドから相馬カズが真ん中にスペースを作りました。そのカズ名雨義軍井原のボールは中国ボールです。中国は前半から後半メンバーを変えておりません。このところ日本は中国に対して負けがありませんが、その中国の高さとスピードに対しては警戒をしています日本の鴨監督です。日本ボールのフリーキックに変わります。井原が、ベテランとはいえまだ30前、大村もベテランにはなりましたが、この井原が仮に怪我をしたらどうなるのかというのが鴨監督口にはしませんけれども、ちょっと心配の種でしょうね。そうですね。そういったところで斉藤選手とか、秋田選手もいますけどね。さあ突破にかかってきます。日本3人戻っている。戻ってきました日本。おっとこれは手を使ってしまいました。山口のファウルを取られました。倒れたのは方威国。さあ中国は17番の広報が入る準備をしています。この広報が7番の郭海棠に代わってこれから入っていきます。この広報というのは中国ナンバーワンのスター選手、まだ若い選手ですがシリア戦で得点を挙げて広報、この選手は高さというよりもスピードと切れ味。そうですね。思い切ってシュートもありますからね。嫌な選手が入ってきました。これまでの霊兵と郭海棠が流れ感じ方とすると同じようなタイプでしたが、ここでスピードと高さというツートップにちょっと感じが変わってきます。さあ中国のフリーキック、ポイントにはバメウです。8番この選手は強烈なシュートがありますが、流してきたシュート、よくこらえました。日本散らします。井原が1人ディフェンスラインに残っている。ダメウ、柳本いいディフェンスでした。いいボールですよ。前に送ってジョーです。さあジョーがフリーだ。よし、カズが完全にフリーになった。チャンスになる。キーパーをかわしたが角度がない。長いボールだ。日本のチャンスまだ続く。囲まれた。非常にいい形でしたが迷いましたね。ダイレクトでも良かったですけどね。この大会の数の何かもう一つ吹っ切れないところがそのまま今のプレーにも出たような感じがありましたが、今のは上落ち着いてねいいパスでしたけどね。絶好のチャンス日本逃しました。その前のボール本田はよく見てましたね。日本が今日試合が始まってから最もいい形になったシーンです。山口から今度は大きく空いている相馬、さあ相馬のセンタリング見ましょう。右で入れた。山口行きます。本田が寄ります。相馬、相馬がプレスをかけていく。柳本つないで前園スルーした。山口
もう一度山口です。鴨さんのゆっくりゆっくりという声が聞こえました。七海、いや一連の攻撃本当に惜しいシーンでした。数の中にはあしまったなという気持ちちょっと残ってるでしょうかね。そうですね。バメウ、うん、前園、柳本タックル、さあ中国も速い攻めになってくる。サイドを使ってきた日本要注意。うん、柳本少しゲームが動いてきました。ジョー、この辺のボールのもらい方はジョーはうまいですね。ジョーもたくましくなってきました。さあ七海です。カジが真ん中に入ってくる。うん、届かない。ジョーが行きます。柳本、前園、龍越、いや場面部です。ホイッスルありました。中国ボールです。本田がファウルを取られました。少しゲームが動いてきました。まあ、日本の場合もこのグループリーグの戦いというのはトーナメントではありませんので、本当の意味での勝負という感じはまだそれぞれ感じていないでしょうが、この後半の45分からこれから先の試合というのが日本にとっての本当の勝負になってきます。中国は2人目の選手、交代選手を予定しています。本田、七海、山口、柳本、前園が中に入ってくるか、一旦外へ出てくる。いや中だ。そこで柳本は外を使いました。ね、センタリングが入ってくる。いいヘディングは。中国はディフェンスライン高さがあります。小村。今の前園の動き、前園の動きも少し良くなってきましたか。まあもっともっと出してほしいですけどね。それこそ前にいる選手とのコンビネーションの問題もあります。まあ、ジョーがスペースを作ってくれればまた前園がそれなりのプレーができるわけですが、前園に対するファウル、ここで中国はメンバーが変わります。ホウ・イコクを下げます。強ホウを入れてきます。ホウ・イコクを下げまして、そして強ホウ、24歳の遼寧のプレーヤー強ホウを入れてきます。本田のところでボールを取られるとですが、ちょっと目立つような感じがしますが、カズ中へ放り込んでジョーのプレー。中国のディフェンスも上背がありますから、なかなか簡単にはいきません。中国は短いタイミングで角海東を7番に変えて17番の広報、そして11番の方位国に変えて14番の強報と出てきました。木村さん、広報の位置はまあそのまま角海東の位置に入りましたが、強報もどうやら方位国の位置に入りましたかね。そうですね、そのまま右の中盤ということですね。まあ、方位国はあの脇腹を抑えてましたからね、何かあの接触プレーで、はい、途中一度接触プレーがありました。この方位国が外れたということは日本にとっては木村さんどうですか。まあ、中国の攻撃の、まあ、中心でもある選手でしたからね、また日本にとっては楽になると思いますけど、まあ、中国どの選手が入ってもある程度の、旗が上がっている。
まあ、そんなにはね、あのレベルは落ちないですからね。前園、うん、くさびを使う、これも後ろからファウル、ジョーがファウルを受けました。なんかあのボールの動き方がタイミング良くなりましたね、うん、やはりジョーがうまく顔出しして、そこでうまくポストプレーを使ってますからね、はい、そのタイミングも良くなってきてましたね、来てますね。それこそジョーもこの後の決勝トーナメントでメンバーとして起用されるかどうかっていうのは、まあ、この試合の働きいかんに大きな影響があるでしょうから。前園、さあ前園がマンツーの体勢に入った、七海の短いパスだ、中央だ、流してくれ、とタイミングがちょっとずれた、七海にタイミングちょっとずれました、左足の七海を待っていたんですが、もう一度七海、七海が左を消されている、さすがに七海の左足は警戒している中国ディフェンス。まあでも体の使い方は早くて、いい向きをしてますよね。ちょっと自分の得意な左足に持っていきますよね、ボールを。七海の前でのプレーも今日初めてあのペナルティーエリアの中で縦横に動いてくれました。そうですね、左足に持っていって、まあ、数に合わせたんでしょうけどね。前で5番のジョコーが七海の左足を警戒してその前を止めにかかりました。6番のハンシキ、日本も本当にリズムが変わってきました、まあ、サッカー全体の流れも変わってきています。しかしこうして右サイドを使うことによってまた逆に左サイドの七海もまたスペースが出てきて日本もサッカーがしやすくなるというものですが、6番は半式です。山口和城は真ん中です。山口もちょっと上がってきている。柳本、日本ボールのスローインです。山口、相馬、この相馬がボールを受けますと柳本がスーッと戻ってきます。バランスを考えてのことです、うん、くさびになったジョー、本田のいいディフェンス、山口ディフェンス入ります。さあ日本ディフェンス戻ってきます。相馬戻ります。ディフェンスの戻りの速さというのも日本にとっては大事にしっかり抑えておかなければいけないところ、うん、今日 の, あの 4バックは本当に落ち着いてますね。柳本、ジョー、ともにまだ得点がありません両チーム。中央から来ます、流れてきた、流れてきた、流れてきた、チャンスになった、中国チャンスになった、ホイッスルはありません。ちょっと危なかったですね、柳本中に入りましたからね。17番の広報、この広報のスピード要注意ですが、ね、今のシーンですよ。さあ日本は中央から前園、どうしてもあの数横にちょっと多いですね、横のドリブルがね、縦に入るより横が多いです、はい、この横が多いというのは何かあるんですか、うん、まあ多少疲れもあるんでしょうね、体のキレっていうこともやはり、あるんでしょうね。数ホイッスルがありました、日本ボールのフリーキック、ちょっと数起こりました。完全に止めに来た中国、さあ中国は速い攻めで後方を走らせる、これが中国のどうやら一つの作戦のようです。この放送は UAE アラブ首長国連邦のアブダビテレビが制作する国際映像に音声を載せてお伝えしています。前園、小村と後方です、小村がついているスペースに来ます。下川、今日は日本の声が響きます。
ちょうど日本から時差が5時間です。しっかり暗くなりました。アラブ首長国連邦アルアインスタジアム、ジョーに合わせます。そうですね、この辺もあの後ろからのボールもタイミング良くなりましたよね、と裏に出なかった柳本のスペースを使おうとさせましたが日本ボールです。浜口、日本ボールです。さあカズがディフェンダーを引っ張ってきた。ジョーが後ろへ流した。まあ、オリンピック代表の韓国戦のジョーのあのオーバーヘッドのシュートを思い出しましたが、ああいう嗅覚の鋭さをジョーは持っています。カズ、ナナミへ、日本ボールです。ナナミ、シュートか、思い切って乗せてきました。相馬のシュート、なんかこうもやもやしたものを吹き払うような感じでしたが日本のサポーターもかなり詰めかけています。まあ、地元の日本関連の企業で働く方も入っています。夜になるとだいぶ冷え込んでくる UAE です。前半の22分を回りました。木村さん、日本の場合あの交代メンバーでこの他のメンバーとなりますと可能性というのはどうですか。こういう試合の展開の場合ですね。まあ、あのバックの選手が多いですからね、今 もうこの試合に限ってはバックの選手動かせないですよね。そうですね、そうなると前の選手ということになりますが、まあ、前の選手も今これが、かなりジョーが入ったことによってリズムが出てきてますからね、あまり動かさないでいいんじゃないでしょうかね。中国は2人変えました。日本は後半開始から岡野に変えてジョーを入れています。その辺長い目で見て日本はワールドカップ予選を大事にするならば、あっとチャンスになった。前園だ、ミドルシュートレンジだ、裏へ出す、柳本来る、サイドへ散らす、カズが行く、中国ボールに変わります。攻撃のパターンをたくさん見せて相手がその攻撃のパターンを研究するというようなことがなりますと来年の戦いがまた苦しくなるということですが、日本は少しずつダイレクトプレーも出てきました。中国もなかなか日本のディフェンスに手こずっています。カバーに入った相馬、ナナミから中央にいるのはカズです。そうですね、まあ、この辺はゆっくりでいいですね。中国の途中から入ったこの17番、今画面左消えていきましたが、後方もボールが来ないのでだいぶイライラしているとは思いますが、カズ、前園、相馬へ、本田、裏へ出す、もう一度本田、山口、柳本、ジョー、ルーズボールは米兵、日本ボールです。24分を回っています。相馬、ワンツーか、カズ、
これは取りませんでした。サイドを変えてバメウ、日本要注意です。いいディフェンスでした。井原、相手のタイミングと間合いとよく計算していた井原です。七海の前のディフェンス、これは押しました。日本ボール。七海もチュニジア戦あたり、日本で行われた親善試合では両足首を痛めて、非常に 100% でない中、鴨監督の信頼厚く使われてきましたが、このところまずその痛みのそんなにひどくはない状態です。前園から風に、前園が後ろから来ます。ジョコ、尊敬会、義軍、強豪のボールと、これは中国のファウル。これは危険なプレーです。イエローカードが出ました。山口に対して足の裏が見えるプレー、13番の尊敬会のプレーです。やはりね、決勝トーナメントを考えるとね、怪我が怖いですね。七海です。七海が倒されました。相馬、尊敬会にイエローカード。これで中国はイエローカードが合わせて2人。だから七海、うまく体を使った、ちょっと重なった、シュートチャンスだ。ジョーのシュート、いいですよ。今前で重なっていなければ、もうちょっとディフェンダーが少なかったんでしょうが、選手が重なりますと相手のディフェンスも重なってきますので、それだけ打つ隙間がなくなってきます。コーナーキックです。ニアポス、ショートコーナーのポジション、前園、流して七海、前園、七海、放り込みます。ファーから、ホイッスルありました。ファウルです。小村のファウル、ここは結果的にファウルになりましたが、一旦プレーが止まったことで日本のディフェンスが戻る時間があります。でも今の前園1対1の形になったんですけどね、あそこは縦に勝負してほしいなと思いますね。木村さんならば勝負してほしいという気、当然これなるでしょう。今のグループの日本の置かれている立場は、あそこ勝負してもいいんですね。もちろんそうですね、そういったプレーも見たいですよね。日本の選手がそうして勝負してくるということが分かれば、中国もまた飛び込んできたり、いろいろな形で変化が生まれて、逆にまた日本はそこを突くというチャンスも出てくるわけですが、この辺で中国もそうですね、こういった展開は少ないですよね。大体早くボール動かして、早くツートップに当てるようなプレーが多かったんですけどね、今日はできてないですね。前園、山口、日本の選手のそのパスに対する技術の高さが非常に均一化しています。その点で中国もあんまりミスがない、日本からボールを取ってその後チャンスに、自分たちのミスなしで続けるのがなかなか難しい。さあ前園来た、狭い地域使ってきた、七海のシュートだ。いい形になりました。まだチャンスある。日本、前園放り込んでくる、カズ、これも前園からいいボールでしたけどね、よく中国のキーパー出ましたね。本田、日本のようやくなんからしい攻めが出てきました。後半の29分、柳本、
中国のディフェンシブが非常に気を使っています。今日のゲーム引き分けで勝ち点1があればすんなりと決勝トーナメント進出です。裏を使って柳本のスペース、さあ柳本がセンタリングだ、シュート、ディフェンスに当たりました。ジョーの遠慮しゃくないオーバーヘッド、まあ、この辺がジョーの魅力でもありますね。いいですね、うまく体勢切り替えてね、シュートはいいと思いますね。あの高校時代の感覚をそのままシュートに対しては貪欲に持っているジョーです。日本まだ得点はありません。中国も点はありません。日本は決勝トーナメント進出が決まっています。まあ、問題はこのグループ引き分ければもちろん1位でグループ決勝進出、決勝トーナメント進出です。そうなると対戦相手はクウェート、その可能性。七海から苦しい体勢からよく相馬を見ています。相馬が入ってくる、右でセンタリングを出した、カズの前に来る。今日は木村さん、相馬がこれでセンタリング2本右で出しましたね。そうですね、まあでもあのゴールラインへの食い込みでのセンタリングはね、あの少ないですからね、もう少し見たいなっていうね、期待ありますね。相手のプレッシャーがないときには右に持ち替えてもいいんですね。さあセンタリング入ってくる、バーには選手がいない。高い位置でプレスをかけます日本。途中で鴨監督のゾーンに対する指示が出ましたが、まあ、逆に日本もあんまりスペースがないようだとプレスの位置を少し下げて相手に前に出させてその裏のスペースを作ってというふうなことも考えているはずです。ジョー、カズ、今のカズのプレーにはカズさん不満ですか？まあ今は股抜きを狙ったんですけどね、21番リュウエツ、中国もなかなかパスコースが生まれません。ここでフリーになった、シュート打ってくる。下川よく見ています。ちょっと今バックラインが下がりすぎてスペースが空きましたね。14番の強豪、そうですね、ちょっとあのボールに行くタイミングずれましたからね。下川もポストの位置はよく分かっています。このボールは触らないで見送りました。調子が悪いとキーパーもなかなかボール触らないと、ああいうものを触ってしまってコーナーにしてしまうケースもあります。両チーム得点のないまま時間進んで33分です。さあ残りの時間、中国の攻めを要注意です。前園、日本ボールのフリーキック、早い展開です。山口、本田、山口、カズ、カズが捉えてその分カズは追います。相手は一人だけです。まあ、日本の今のこの4人のディフェンスで相手が一人だけということはよほどのことがない限り声を荒げる必要はありません。日本は秋田を投入します。秋田を投入するということはどうでしょうか、サイドで使うのかセンターで使うのか、木村さんどう見ますか。ちょっと今あのバックラインをいじるということは、はい、あの真ん中の2人はね、かなり固まってますから使うとしたらサイドかもしれないですけどね。サイドということであれば柳本のポジションでしょうか。秋田は、まあ、右のサイドの経験はあります。さあ狭い地域だが前園裏へ、ちょっとこれは七海との感じが電波がうまく通い合いませんでした。秋田を使ってきて、まあ、この後の決勝トーナメントに入りますとこうした試しというのはよほどの大差でもつかない限りなかなかできるものではありません。
秋田が交代のラインに入っていきます。アウトオブプレーにならないと選手の交代ができません。中国はなかなか出すスペースが前の方にありません。日本がきっちりと空間を埋めています。まあ、この辺は最後にあの中国のパワープレーということで霊兵にあのヘディング合わせてくるかもしれないですから、そういったこともあるかもしれないですね、はい、なるほど。中国の、まあ、放り込んでくるプレーに対する対策でしょうか。まだ秋田は入っておりません。何か中国もなんか前に出てこないですね、はい、やはり意識として引き分け狙いっていうのはかなりあるんでしょうね。0-0 で引き分ければという感じでしょうか。山口から前園、まあ、日本としてはこのシーンはシュートで終わって秋田を迎え入れたいところです。相馬、七海が外に張ります。本田、一番前にいるのはジョーです。そしてカズが左の前にいます。カズに合わせてか、もう一度七海、本田へ、カズ、なかなか体をうまく使おうと相手が許してくれません。山口、この辺から変化が欲しいですね、一つ。さあ中を使ってくるのか、ね、本田が入った、うん、そして七海、相馬、本田、七海、さあ放り込んできます。前園のゾーンへ来た、日本ボールです。さあここで交代です。柳本に変えて秋田を入れてきました日本です。17番の秋田を投入してきました。まあ、秋田のこの高さ、それから体の強さ、ここでロングスローをいるようです。うん、残っているのは小村です。そして井原、秋田がそのまま柳本の右のサイドバックのポジションに入りました。ここは残り時間がもうあと7分ぐらいですから、秋田には思い切ってやってもらいたいですね。そうですね、でどんなプレーをするかね、はい、見てみたいですね。相馬、両サイドバックがアントラーズになりました。さあ体を張ります。ワンツー、狭いチギだ、これは取りません。秋田が少し前に出ています。この辺も中国本来だったらスピード乗って攻めてくるんですけどね、はい、出てきません。龍越、残り時間があと6分少々になってきた。中国としてはこのまま無難に引き分けを狙ってるんでしょうか。なんかこうなったらガツンと言わせてやりたいですね、なんかね。日本も速いプレーで、サッカーはそんなもんじゃないというところをちょっと見せるんでしょうか。日本も勝ち点1が加われば文句なしのグループトップで決勝トーナメント進出、相手がクウェートということになります。そして戦い方としても中2日中2日と非常にいいスパンで戦えるようになるわけですが、さあサイドを使ってきました龍越、バメウ、孫慶海からのボール、七海、中国ボールです。日本残り時間は締めていかないといけません。Thank you.
日本代表としてはここ3試合過去の3戦負けはありません。さあ場面が来た、コーナーキックです。中国はこれ後半が始まって初めてのコーナーキックです。さあ日本はこのセットプレー、相手の高さがあるだけに要注意です。日本は全員戻ってきました。中国ファーポストからキーパー、どうもなんか中国もそれほどという感じじゃなかったですか。そうですね、ちょっと気持ちもね、足りないですよね。どうやら日本相手に引き分けを狙ってきているんでしょうか。中国あまり危険を犯さないようにという指示があるいはあるのかもしれません。そういえば試合の始まる前に中国の放送局のスタッフが今日はよろしくお願いしますって握手を求めてきたの、そういう意味だったんでしょうか。まあこの辺でね、日本が1点入れてね、そういう表情を見てみたいですね。どんな表情をするかね。さあ日本も残り時間があと4分を切った。勝って終わりたい日本ですが、また秋田のロングスローが入りそうです。これはこれもスローインです。改めて秋田のスローイン。流した山口です。秋田センタリング、低いボールでした。中国も急いで攻めてきません。サイド零平、日本のディフェンスは十分揃っています。何か木村さん、中国1対0とリードしているような感じのサッカーですね。まあちょっとね、こういう 0-0 の試合なんですけど、はい、反対に中国の方がそういった意識してできるっていうことはね、ちょっと僕としては憎たらしいっていうんですかね。あ、ということは日本がそれを本当は突き破るようなサッカーができなければいけないと、まあ、日本もね、まあ引き上げてもう1位っていうの決まりですからね、はい、そういった条件が重なった分ね、ちょっと今日の試合はまあ日本はでも落ち着いて やってるんでしょうけどね、山口と本田があまり前に行かなくなりました日本。この段階相馬が少し上がっていますのでバランスを重視してはいますが、日本ジョー一人がなんか生きがいい日本です。放り込んできます。カズが待っている。カズのヘディング、カズの肘を使ったプレーがあったという判定、日本のファウルです。中国の選手が倒れました。この選手に対してのこれは様子見ですが、あまり極端だとイエローカードということも出てきます。まあ、ここはフォワードとディフェンスのやり取り、共に得点のないまま43分を経過しました。日本の声はありますが中国も攻めてきません。もうこれは完全に監督から指示が出てます。中国は前に攻めないで勝ち点1を取れというおそらく指示が出てるはずです。そうでしょうね。残り時間があと1分を切りました。まあ、日本としてはこのままで握手をして終わるようなサッカーにしたくないはずですが、まあ、日本もね、まあ、引っ掛けてもいいっていう、まあ、気持ちもありますからね、はい、しかしこういった形でボールを持たれて点を取らなければならないときに日本が何をすべきかということを少し想定もしておいた方がいいような気がしますが、木村さんどうですか。まあ、でも狙いとしては決勝トーナメント入ってからですからね。なるほど。ホイッスルありました。日本ボールです。手元の時計は間もなく45分を回ります。日本はイエローカードはありません。そして大きな怪我の選手もここまではありませんでした。
しかし点を取るチャンスもほんのわずかという形で、日本もどうやらここでもう無理はしないという形に切り替えてきました。両チームともにこのままお互いに無理をしない、危険を冒してまで点を取りに行かないという形になってきました。山口から本田、日本としてはそれこそ本田の秋田のテストとそして城のテストという形にはなりましたが、さあチャンス日本攻めます。今度は秋田が来る、秋田が来る、真ん中を使う数のチャンスになる、ワンツーからシュートが外を使ってきた、シュートが出る、相馬のシュート、波乱一勝の鴨監督、日本1対0とリード。素晴らしいシュートでしたね。ここでジョー絡んでですね、ここで感覚で出してますね、これいいシュートでしたね。思わず日本の勝利と私言いそうになってしまいましたが、日本チームここを狙ってたんでしょうかね。何かもうロスタイムの中で日本も引き分けでいいんだという感じで来るのかと、そんな風に見えましたが、日本危険を犯さないでチャンスのところだけ絞り込んできました。さあ中国も前に放り込んできます。ここから中国はエンジンをかけないことには、中国ボールです。あ、イエローカードが出ます。あ、これはちょっともったいないプレーでした。ここで下川にイエローカードが出ました。日本にとってはちょっともったいない今のシーンです。中国のキーパーも上がってきましたね。中国はキーパーまで上げてきて、ここで同点を狙ってきます。曲げてきた。さあ日本はキーパーいないですよ。ロングボールで1本いくか。ここで笛が鳴った。日本1対0中国を破りました。日本1対0中国を破って、これで結局韓国の決勝トーナメント進出が勝ち点4、その結果中国はこのまま勝ち点が増やせませんでしたので勝ち点3のまま、シリアがこの後ウズベキスタンを破っても勝ち点3ですので、韓国の決勝トーナメント進出が決まりました。日本は引き分け狙いかと思われるけど、インタビュー鴨監督にお話を伺います。最後1点が入ったところでようやく鴨監督の笑顔が見えましたが、いやもうこの試合は引き分けで十分だったんですけども、相手がちょっと信じられないようなことをしてくれて最後で1点取れてしまったと。今日は森島を外して、そして前園を右に入れて七海を上げて、そして本田をボランチに入れるというポジションを取りましたけれども、この狙いはどうだったんでしょう。まあまあだったと思います。監督自身の狙いはどんなところにあったんですか。さあそこまではちょっと今話せませんが、それなりによくやったと思ってます。最後にはジョーも使いましたし、あるいは秋田も入れましたが、まあそれぞれ試したいことがあったの。試した成果はどうでした。まあまあだったと思います。さあこれで C 組を予選1位で通過するということになりましたが、この結果には満足なさってますか。当然そうですね。準々決勝が一つの勝負だと思いますので、頑張ってやりたいと思ってます。予選3試合を戦って成果はどんなところにありました。いろいろありますけれども、今の日本のやり方で、90分間もう少し根詰めてやればやれるなという気がします。逆に課題はありましたか。あることはありますが、それは今から整理しています。準々決勝の相手はクウェートということになりましたが、ちょっとこれまでとは違って攻めてくるタイプのチームだと思います。これからビデオを見て研究します。おめでとうございました。ありがとうございました。続いて決勝ゴールの相馬選手です。おめでとうございました。おめでとうございます。
これまで2試合はなかなかセンタリングがうまくいかなくて、そうですね、ちょっとリズム乗れなかったんで、まあ、何か一つね仕事をしたいと思ってたんで、はい、センタリングじゃなくてゴールを決めたということはどうですか。まあそこは打ちに行ったんでね、もう最後だったんでクロス上げて速攻されるより、まあ、打って終わった方がもう最後の時間帯だったんで、はい、これまでの2試合ちょっと自分の気持ちの中で迷いとかありましたか。いや別にそういうことはないですけどね、まあ、ちょっと思ったようにいかないところもあったんで、はい、準々決勝です、頑張ってください。はい、頑張ります、はい、どうもおめでとうございました、はい、いや相馬も実に晴れ晴れとしておりました。鴨さんの方も引き分け狙いだと言ってましたがね。まあ結果としては木村さん、非常にいい形で終われたということになりましょうか。うん、そうですね、まあ、中国にもどういうんですか、サッカーはそんなに甘くないっていうことも、まあ、教えることができたんじゃないでしょうかね。まあ、日本の力、その力を実は最後に貯めて出してくれたというふうなようにも見えました。